ル移行点チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、カレーをちょっと作ろうかなと思っております。まあ嫁さんがね、今日はちょっと仕事でかなりちょっと遅くなるんで、ご飯先食べとって、でじゃあほなカレー作っとったるわって、いやいやもうやめて、もうカレーもあんたが作るのはやめてっていう、もう言うのよ。なんやねんってな、もうあんた作ったらアホみたいに作るから、あの俺あのこのね、この入れ物にまあいっぱい作るの、これが何があかんねんって思うんやけど、もう5日ぐらいカレーなんねんっていう。ええやん別にって、何を言うてんねんって、一郎やないんやから言って、一郎はお前一年中お前カレー食べとるがな言うたら、一郎ぐらい稼ぎあるんやったら私も8年ぐらいは食べれるわ言って、そんな言い方しないやって、でも8年しか食わへんのかみたいな、一郎の稼ぎでみたいな、あんまりじゃあカレーずっと食うの好きじゃないんやみたいな。なんか男はカレー好きなんやけどね、うん、いや女の人もカレー好きだけど、こうなんなんやろ、次の日のカレーがうまかったりとかするやんか。それで、うん、大量にこう作ろうと思うんやけど、もうやめてと。いやもうほな作るわ、作るんだったらもうあの分量だけ言うとくと、もうじゃがいもは2個、まあ 3個に、あのあと1個だけ残って、これもね、あと1個残ってこの1個をこう置いとくのは女の人だけど、もうあと1個しかないやから3つ入れとけやっていう感じで、人参は1本で、玉ねぎは2個、そしてまあこれは牛肉、それで鶏肉、そしてさあさあさあ、あんたもカレーのルーはこれ残ってるやつや、これね、これとこれだけにしてとね、ほんでこっち絶対これもテーダーさん取ってって、これ新しいやつ、もうこれテーダーさん取ってって言ってるんやけど、テーダーそうかじゃあ、ね、あの水の分量がな、一応800にしろって言ってるわけよ。で800でこう作ってて、あれあるやん、シャバシャバやんけまだっていう時、ルーをどん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 こう入れていくという感じでやって、ほんで気がついたらもう鍋いっぱいになってるという、だから今日はね、この鍋でここにこう水を入れて、作っていこうかなと。まあ嫁さんの言う通り、まあ言うたら、今日と明日の分ぐらいの、カレーを作りましょうという感じでございます。早速クッキングスタート。はい、じゃがいも洗ってね、でもねこの皮は剥かないんですよ、もうこのままざっくり切ってのことでございます。まあ大体四つ切りやね。うん。で、人参もね、皮は剥かないもん。これぐらいの大きさだと、男らしく、ザク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 ですよ。ザクですよ。ちょっとこう、これぐらいかな。これぐらいかな。ザク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 ですよ。ね。玉ねぎも。はい、野菜はこういう風にもう男切りですね。もう大胆にザクザクっと切ってる感じでございます。はい、鶏肉も
これぐらいの大きさかな。どうなんやろ。はい、お肉も鶏肉と牛肉でございます。こんな感じでございます。さあこっからですよ。皆さんカレーの作り方ってみんなそれぞれこうやり方があると思うんですけど、僕はねまずこの野菜を炒める前にお肉をちょっと炒めて、で一旦取り出すんですよ。うん。でその次にこの野菜を炒めて、もう水を入れてくつこと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 やって、後からその炒めた肉を入れていくんですよ。うん。っていうのは何かって言ったら、お肉のあんね形も崩れない感じでいきたいと思えた途中から入れるみたいな感じで、だからそういうことです。さあ油を引き詰めて、続いては野菜です。お水を入れます。これ600、800言うてたから これぐらいでございます。これでコツ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 コト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 。それでね、今ちょっと強火でね、これをまずねコトコト煮込みまして、である程度煮込んできたら、この豚肉と鶏肉を入れるということで、そんでその後に、馴染んできたらルーを入れていくということなんですけど、嫁はんの言われてるようにこのルーだけにしましょうね。このルーに手を出したら怒られます。だいぶコトコト煮込んできましたね。早く僕も入れてって横でね、牛肉と鶏肉が早く僕も入れてって、こう軽く炒めるだけで全部を火を通すんじゃなくて、軽く炒めるだけで、あとは煮込む方で全部熱を入れていくという形にした方が型崩れはしにくい。さあこっからはですね、もうアク取りですよ。アク取りだね。こういう風にアクをね取っていって、網で取れるわけないやんか。ね。どれや。どれや。これか。え？これはちゃうやろ。これや。違うか。どれやねん。
な。マークもね、うん、取っていくんですよ。でちょっとね弱火に、まあねカレーのこういうね野菜をやってるアクっていうのはなかなか簡単に取れますけど、まあ人間のアクはなかなか取られへん。さあここでねちょっと俺だんだん不安になってくるんですよ。ちょっとこうね水気が足らんのちゃうかみたいなところでここで水入れてまうんですよ。で結局あれサバサバになってるやん言うてルーを入れて入れてしてしまう。だからここが我慢のしどころやろね。ここでね、十分この水分量はこれでいけると。でお肉をさあ入れましょうか。入れましょう。入れました。お肉入れました。でここでね皆さんもう一回ね僕ね玉ねぎとかねじゃがいもをね一旦ちょっとこっちに入れるんですよ。っていうのは何かって言ったら玉ねぎってもう結局トロトロになって、うん、もう形がなくなるじゃないですか。やっぱりなんか形のままちょっと食べたいなって。じゃがいももそうなんですよ。だからちょっとねこう取り外してちょっとだけこうねそうなんですよやりたいなと思ってるんですよ。だからこうじゃがいもとか取るんですよ一旦。はい、といったわけでこんな風になります。もうじゃがいもと玉ねぎはちょっと一旦ね違う入れ物に入れまして、今こう人参とお肉と、がちょっと煮込まれてる状態なんですよ。これで、煮込んでいくというやり方をしていきます。おいおい武井大丈夫かと、そんなやり方見たことないでと、大丈夫か大丈夫でないかっていうの俺にもわからん。もう感覚でやってんねん。でもね料理って感覚やと思うのよ。だから俺はなんかこう全部がこう崩れてしまってもう玉ねぎとかもうふにゃーんとなってしまうんじゃなしに、玉ねぎ、じゃがいもとか人参とかお肉とかではっきり追ってほしいのよ。それは一緒にこう煮込んでしまったら絶対に崩れてしまうから。じゃあ圧力鍋でやったらその形は残るんですよ。でも俺圧力鍋はやらない。なんでか言ったら出来上がりの時のプワッシャーいうので、まあ、いやマジで開けるのこんなんのよ。誰に圧力かけてんねやと。だからまあこの鍋でねフライパンでコトコトとやっていくという。さあそれではそろそろじゃがいもと玉ねぎさんをね途中参加ですけどね、あ復帰ですね。一旦こう出てまた出戻ってみたいな、俺みたいなもんやな。吉本行ってまた松竹戻るみたいな。こういう感じでございますね。うん、ことこと煮込んでいくと。なんかねここでやっぱり不安なのがこの水の量や。これ大丈夫かって思ってまうのよ。この量水足してまうのよ。足したらあかんのかな。さあここらでそろそろ本来俺今までやったのはもうちょっと水を入れて煮込んでからこうルーを入れるんですけど、このままの水の量でルーを入れていこうと思っております。ルーを入れます。
2個目です。3個目です。でもなんとなくね、これでちょうどいい水分量とルーの、溶け具合でとろっとしてきてる感覚が、こっちは3個、残りの3個を使いました。新しいこれを全部使い切ってしまいましょう、ね、1個ずつね、このカレー作ってる時、このルーを溶かしてる時が一番なんかこう至福の時間というか、これからだんだんこれが美味しくなっていくんですよって、それのこうおまじないをしてるような気がして、このルーを溶かしてる時が一番ちょっとねカレーの醍醐味かなとか思いますよ。うわー、こんな風に変わっていくんやって、よう考えたなカレーって。でもまあカレーライスっていうのはこう日本が作り出した、食文化らしいけどね、本格的なインドのカレーとかそういうのはまたね、なんで食べたりとか、でもなんかこうご飯の上にこうねカレーをかけてみたいな。どう、このとろみ、このとろみがねいい感じになってきましたね。美味しく作れそうやね、これ。あとね、逆にね、ルーがこれぐらい余った。どう？これぐらいでいいん違う？あのね、やっぱりちょっと不安に思ってきたけど、これ、水足した方がええんちゃう？水足すわ。これがまた水入れすぎるんかなっていうのは、何かって言ったらね、こうじゃがいもとか人参がちゃんとこう柔らかくなってないのに、ちゃんと火が通ってないような状況で、でルーがもう固まってしまって、これでゆっくりコトコトと作っていく方がええんではないかと。まだルーはこんだけ余ってます。やっぱり水足してね、ほんで残りのルーを全部使いました。いい感じになったんちゃうかな。こういう感じになっております。どうでしょうか。やっぱり先ほど玉ねぎの形はもう、なくなってまうな。でもこれうまそう。人参で味見しましょう。うまい。これは最高やわ。そしてワンポイント、僕はね必ずねウスターソースをちょこっと入れる。このウスターソースをこれぐらいね、さあ、あとはまあ嫁さんが帰ってきてね、試食をしてもらうということですけど、今日かなり遅い。もう俺腹減ったわ。まあほんでもね、嫁さんと一緒に食べてお互い感想を言い合って、しばしお待ちを。今嫁さんが帰ってきたので、今お風呂入ってます。準備します。
いい感じに仕上がってますよ。うまそう。うん。そしてサラダと。はい、どうぞお座りになってください。はい。出来上がりでございます。お、わー。どうぞ。これ上がりでこんなのハンバーガー。どうぞ食べて感想。はい。どうぞ。あ、ね。お顔やってくれる。うん、やっといた。うわー、あ、ちゃんとじゃがいもゴロゴロ。いただきます。いただきます。どうぞ先食べてください。はい、うまい？どう？めっちゃ美味しい。もう玉ねぎとかをできるだけ残すような作り方をしたんだよ、うん、実際に残ってる、うん、全然煮崩れてない、鶏とかも、うん、うん、あ、なあ、コクがある、うん、ある、うん、鶏と豚、うん、あ、うん、めっちゃうまい。これ我ながらいけるね。うん、じゃがいもいきます。うん、うん、じゃがいもホクホク、じゃがいもも後から入れて、うん、これじゃがいも、うん、うわ、ピタ北海道のピタアカリっていう、ちょっと煮崩れしてポテトサラダとかに美味しいやつなんやけど、全然煮崩れしてやん、うん、このコクは何？さあ、何でしょう。なんでこんなものすごい、どういう作り方してん、うん、うん、うん、おいしいよ。やっぱりカレーにはな、ない、福神漬けよ、うん、旨味というやつを入れたよね。旨味っていうやつ売ってんの？うん、うん、ん？バーモントカレー以外になんか他入れたの？めっちゃ美味しい、最高。以上、竹井輝彦カレーでした。